Hey everyone, welcome to Momogi's Persona 3 video. I'm Rin. Unfortunately, a technical fault happened, so this video will not have commentary. Commentary will resume in part 41. Hope you enjoy this playthrough anyway. Thank you.
どうだ。待ってください、見つけました、市街地に大型のシャドウ反応。本当に来た。ふんふん、満月の剣どうやら確実と見ていいね。場所は岩戸台の白川通り沿いのビルです。白川通りか。ここ数日影人間がよく二人一組で見つかるって聞いてたけど。なるほど、二人一組か。あ、そういうことか。白川通りってどんなところでしたっけ。私あの辺あまり行かないもので。聞いたことはあるけど。あー、そっか、ホテルんとこか。だから二人一組なわけね。ウーカも知ってんだろ、ホテル街だよ、ホテル街。あんたね。おいおい、何を妄想してるんだ。内装が凝ってるだけの単なるホテルだから。言ってみれば、そう、アミューズメントホテル。あれ、そうなんすか。なんか今回は嫌な予感する。行くのやめようかな。またゆかりっち、意外なとこ子供なんだから。ちょ、子供はどっちよ。オッケー、行こうじゃん。私、今日の作戦は前線で戦うの予約します。よ、予約制なの。さあ、現場の指揮は誰がやるんですか。今まで同様、今回も君だ。それと、バックアップは今回から作戦時も山岸に頼む。はい、頑張ります。よし、なら前線に出るメンバーを決めてくれ。人選を任せる。
こいつがボス？何よ、結構まともじゃない。皆さん、準備を。来ます。敵砲タイプです。気をつけて。了解。分析してみます。少し時間をください。
相手に恐怖心を植え付けるみたいです。真田先輩の恐怖がまだ解けていません。許さない。
恐怖がまだ解けていません。真田先輩のダメージが心配です。注意してください。
私、シャドウの精神攻撃のせいで呼びかけが届かなくて飛ばされたのもシャドウの仕業です。おかげでみんな分断されてて、敵の位置はさっきと同じ部屋です。急いでもう一度集合してください。聞こえてる。え、何かあったの？いいの。ほら、さっさと行くよ。行ったら絶好だからね。
待っていた。まだ。電撃による敵残数2です。弱点をつきますよ。一緒に行くよ。総攻撃チャンス。こんなWatch out the moon. Now, this one gets on a bump.
いつ、乙女の心をもてあそんだ罪は重いんだから。今度こそ行けます。皆さん、頑張ってください。このシャドウが精神攻撃の元凶です。了解、分析してみます。少し時間をください。
れ様でした。上出来だ。トリッキーな敵だったが助かった。ありがとうございます。それと君もな。よく惑わされず立て直した。なら解散だな。そうだ、ゆかりちゃん、あの、この前頼まれたことだけど、うまくいった？うん、わかった、後で聞かせて。よし、私たちも戻りましょう。ほら、純平、何してんの？行くわよ。お前、またなんか活躍したみてえだな。ま、今更いっけど。ちょっと何突っかかってんの？もしかして悔しいわけ？うっせえな。想像よりも早い解決でしたね。大した見せ物です。彼らはここしばらく毎月こういった活躍をしていますね。最近では頭数も増えているようですし、戦い方もなかなかユニークだ。あの塔にも頻繁に出入りしているようですしね。どうでしょう、ジン。彼らは敵でしょうか？もうすぐ奴に会う頃合いやし、聞いてみたらええんとちゃいますか？なるほど、それはいい。彼は今や私たちと同じ運命を背負う者。すぐにも会って話してみましょう。私たちにはあまり時間がないですからね。
Okay, don't forget to like, comment, and subscribe, and check out the next part.